こんにちは、チョメです。ストーリーパート5分の3をやっていきます。キムしかいないのかな？奥は？あ、チェックする場所がないね。じゃあちょっとやっていこう。キッチンにこっそり入れてくれてありがとう、ジェイ。僕の罰則は卒業まで終わらないってもう決まってるから、これ以上失うものはないんだよ。だけど、君がまた罰則を受ける覚悟でこんなことをやってるのは驚いてるよ、チョメ。罰則は楽しかった。罰則はうんざりだった。罰則はサボる。まあ、いや、まあ楽しかった。実況的にはね。罰則を受けてなかったら君と友達に慣れてなかったかもしれないだろう、ジェイ。僕は罰則を楽しんでたよ。確かに楽しかったな。君がいなくなってからちょっと寂しいよ。僕は罰則を受けることは絶対ない。もう卒業したもんな。母さんの愛情たっぷりでニコラス・フラメルほど個性の強いファッチーを一から作れるんだったら罰則を受けても僕は後悔しないよ。僕たちの誰かがしょぼくれると思って作ってくれてるんだ。それを食べれば絶対元気になれた。それなら始めよう。作り方はどこだ？作り方？お母さんの作り方が書いた紙か何かを持ってないのか？材料は知ってるのか？チョコレートを使うのは知ってるよ。それからおそらく砂糖も。母さんは料理中に呪文を唱えるのがすごくうまいんだ。それじゃあちょっと魔法を加えて作る必要があるんだな。これは思ったよりも難しいかもな。幸い僕は料理が得意なんだ。君は料理ができるのか？全然知らなかった。別に言いふらすことじゃないからな。ビッツに料理ができるって知られてるも厄介だろうし。だけど作り方がわからなかったらミス・ウィーズリーのファッチを再現するなんて無理じゃないか。なんか効果音がうるさいからちょっとね、音消しました。ミス・ウィーズリーのファッチと同じ味にしてくれる食べ物関連の呪文を知ってるよ。料理しながらどうやってやるのか見せてくれ。ちょっと音すぐ復活させます。お待ちください。ウィーズリー家のファッチを作る。8時間やっていきます。結構長い時間かかるんだね。あ、カエルチョコレートだ。杖の動きを完璧にしないとな。この呪文にはお母さんの味を完璧に再現できないかもしれないけど、かなり近づけるはずだよ。仕上がったファッチに呪文をかけるよ。このファッチを素早く作らないと。僕はチョコレートと砂糖を取ってくるよ。母さんはいつも僕にかき混ぜさせてくれるんだ。ジェイは料理がうまいな。こんな幸運に恵まれるとは思わなかった。料理してんのか、これは。闇の魔術に対する防衛術の授業では食べ物関連の呪文なんて習わないな。確かに。ビーツが戻ってくるかもしれないから順番に見張り番をしよう。あ、怖いね、それは。この呪文は僕たちがまさに今必要としてるものだよな。この呪文は料理の味を食べる人が懐かしいと思う味に変えてくれるんだ。杖の動きは完璧にしたいとな。そう、杖の動き大事。パーシーと双子たちがこのファッチを食べるとき、本当に母さんの味だって思えるのか？このファッチを素早く作らないと。あ、じゃあどんどんやっておきます。少々お待ちください。はい、いつも通りね、コインをゲットします。わ、美味しそう。これチョコレートなんだよね、真ん中。ファッチができた。母さんのと同じだ。あとは呪文を唱えるだけだな。あ、戻ってきた。これはなんだ？ジェイ・キムとその友達がピッツのキッチンでピッツの鍋を汚してるのか？ピッツ、もう戻ってきたのか？この状況のこと、ちょっと説明させてくれ。ピッツはチョメ YouTube に説明してもらいたい。本当のこと言おう。ウィーズリー家の弟たちを驚かせるためにファッチを作ったんだ。彼らのお母さんが作るのと同じやつ。ローワンが死んでから気を落としてるからファッチで元気づけようと思ったんだ。ピッツはチョメ YouTube の話を信じる。ファッチを仕上げたらピッツはチョメ YouTube とその友達に出て行ってもらいたい。僕たちを罰しないのか？無許可の人がキッチンに入ってきたらいつもはもっと厳しいのに。多分僕は正直に話したからだな、ピッツ。違う。だがピッツは本当のことを言ってくれて嬉しい。ピッツはチョメ YouTube がローワンカナと友達だったのを知ってる。ピッツは友達を失うことがどういうことか知ってる。ピッツのキッチンを使うことでチョメ YouTube とその友達の気が紛れるなら、ピッツは見てみなかったふりをする。ありがとう、ピッツ。すごく嬉しいよ。
うん、本当にありがとう、ピッツ。よければ母さんのファッチをどうぞ、ピッツ。ジェイキムに掃除をさせてからさっさとファッチを仕上げろ。わかった。楽しかったから掃除くらい文句言わずにやるよ。さあ、君の魔法をかけてくれ、ジェイ。呪文を唱えるんだ。ありがとう、ジェイ。うまくいったか？うまくいったかどうかを判断できるのはウィーズリー兄弟だけだよ。きっとうまくいったよ。袋小屋に持っていくときに味見するよ。弟たちを驚かせないとな。いやー、めっちゃピッツいいやつだったわ、ほんと。次、ウィーズリーたちを驚かせる。弟たちを特別配達のために袋小屋に呼んだよ。もう少ししたらそこで合流しよう。ウィーズリーたちを驚かせる。やっていきます。袋小屋にやってきました。音楽は前ドラゴンのやつと一緒ですね。それで、パーシー、フレッド、ジョージは袋小屋に呼び出されるものから手紙を取りに来たと思うわけだ。その特別配達が母さんのファッチだと僕だって知ったら飛び上がるぐらい驚くぞ。楽しみだな。ジェイが唱えた味覚そそりの呪文で僕たちのファッチが母さんの味に限りなく近づいてるしな。味見してみたんだけど、チャーリーの言う通りだよ。弟くんたちの声が聞こえる気がする。準備しよう。いや、楽しみだね。フクロウの音とかうるさくないかな。大丈夫かな。お、来た来た来た、3人来たぞ。ビル、なんでこんなところにいるはずじゃないのに。でもいる。喜んでくれるかな。お前たちに会いに来たんだよ、サプライズ。合ってるね、息が。ファッチを持ってるのか。それは母さんのファッチ。僕たちが作ったんだ。だから君のお母さんのじゃないけど、味は近づけられてるよ。袋小屋みたいな衛生状態が悪い場所にファッチを持ってくるなんて。鳥は近づけてないよ。味見してくれよ、パーシー。美味しいから。嫌なことが起こると母さんはファッチを作って元気づけてくれる。今回は何が起こったんだ。あ、気づいてないの、パーシー。どういう意味だ、パーシー。ビルがここにいる。母さんのファッチもある。一体どんな悲惨なことが起こったのか教えてくれ。何かあったの、ビル。誰か死んだの、それとも石像と化したの。もしかしてその犠牲者って母さんか父さんかジギーかロンなの。みんなは無事なの。何も悪いことなんて起こってないよ、約束する。そうだよ、僕たちがみんなで一緒に過ごせるようにビルが来てくれたんだよ。教えてくれ、チョメ。本当に何も悪いことは起こってないのか。うん、今のところは全く怒ってるわけじゃない。下ですね。正直言っとこう。全く怒ってないってわけじゃないよ。石像の呪いはまだ破られてないし、ローワンは死んだし。こんな時に何も悪いことは起こってないなんて言えないよ。正直に言わせてもらって悪いけど。ビルとチャーリーも正直に言いたいんだろうと思うよ。だけど僕たちを怖がらせたくないんだと思うな。その通りだ。お前たちが今この場所で辛い思いをしながら生活してるのを見ると僕も辛くなる。お前たちにも僕みたいにホグワーツでいい思い出を作ってほしいって何よりも願ってるよ。それじゃあそのいい思い出について教えて。うん、僕もみんなから聞きたい。ホグワーツでの生活の中で一番の思い出を。もちろんいいよ。話せばもっとホグワーツを好きになるかもしれないし。やっていきましょう。ホグワーツでの生活3時間やっていきましょう。じゃあタップしていこう。ドラゴン、ドラゴン、ドラゴン、それに尽きる。階段は動くし、肖像画は話しかけてくるし、城全体に魔法がかかってるんだな。想像を膨らませよう。ここでいろんな呪文を習うことでいい魔法使いになれるんだよ。フクロウがいきなり喋り出したからびっくりした。これから楽しいことがたくさんあるんだよ。本当にフクロウのクソがファッチに落ちたりしてないだろうな。ホグワーツでは賢いフクロウが手紙を届けてくれるんだ。それがすごくないなら何がすごいって言うんだ。ホグワーツにはたくさんの規則があるのが好きだな、パーシー。規則好き。ホグワーツでは親の目を気にしなくていい上にいつも頼りにできる兄弟がそばにいる。フィルチをイライラさせるのが好きなんだ。それもホグワーツのいいところかな。話を聞きながらファッチを食べてもいいかな。あ、どうぞどうぞ。ハグリッドとの彼の魔法生物と一緒に過ごすのはすごく楽しいんだ。ドラゴン、ドラゴン、あ、ループになったね。はい、いつも通りね、コインをゲットします。
というわけで、ホグワーツは本当に魔法だらけの場所なんだよ。こんな辛い時でもホグワーツや自分自身の中に魔法を見つけることができるんだ。なるほど、僕にはその魔法が見えてきた気がする。君もずっとここにいられたらいいのにな、ビル。今ここにいるじゃないか、母さんのファッチだってある。チャーリーは早くファッチを食べたいんだな。僕も食べたいよ。それじゃあ僕はこれで、家族の集まりに僕も混ぜてくれてありがとう。家族みたいな友達だっているんだよ、チョメ。いいね、このウィーズリー兄弟の中に入れるってね。待って、チョメ。カナの輪の次の集会はいつだっけ？カナの輪？その、一応は秘密の組織で。どういう組織なのか見当がつくよ。僕も輪に加わる。ビル、弟と一緒に過ごしてあげなよ。それはもちろんだよ。だから、後で君に会いに行くよ。手助けになりたいし、すでにアイデアも浮かんでるんだ。嬉しいな、ビルが加わるのは。あ、2時間待ち。ビルと会う。弟たちとまだ遊んでて、しかもファッチを食べ過ぎたんだ。ちょっと時間遅れ。わかりました。こんにちは、チョメです。ストーリーパート5分の5。ビルのアイデアについて聞こう。やっていきます。やあ、ビル。頼まれた通り、ベンとメルーラを連れてきたよ。闇の魔術の授業をやるっていうなら、私は興味ないわ。違うよ。カナの輪について話したいんだ。YouTube、話したばかりじゃない？私たちの秘密組織のことを周りにベラベラ喋るのはやめてって。フレッドがうっかり喋っちゃったんだよ。それでビルも手助けしたくて、しかも計画まで立ててるって、そういうこと？計画を立ててるのがダメな言い方だな。それは計画の内容によるわ。僕がグリンゴッツで学んだことを君たちの目的達成のために使えるかもしれないんだ。君たちの目的がローアンの復讐と闇の魔法使いの集団に裁きを与えることにあるならな。聞かせてくれ、ビル。君が何を考えているのか。よし、エネルギーも回復したからね。やっていこう。3時間。星3で合格ですね。じゃあ、ビルからタップしよっかね。せっかくだから聞こう。レイクビッグは頭のいい犯罪者だ。だから僕たちももっと違うやり方で臨む必要がある。グリンゴッツでの仕事を通して、どんな犯行現場も調べれば手がかりが見つかることだって学んだよ。グリンゴッツに雇われているプロの呪い破りは、それぞれが独自の手法を持っている。この計画にレイクピックを殺すって部分はあるの？まだ聞いてるよ。もっと教えてくれ。じゃあもっともっとタップしよう。君たちにとって身体的にも感情的にも辛い計画になる。ベンもタップしてあげよう。ビルが話し終えるまで僕は何も言わないよ。あ、確かにそれがいいかもしれない。人の話はよく聞く。君たち3人はローアンが殺された現場にいた。だから僕たちはこの計画に。最後聞き取れなかったな。あ、じゃあね、ループになったからどんどんやっていくね。君たちにこの計画の一部になってほしいんだ。読み上げることができました。はい、これでね、終了でございます。はい、いつも通りね、コインもゲットします。それだけ？君の計画は曖昧だな、ビル。なんだか R とレイクビッグに対して専門家がやるような本格的な調査をしようって、そう言われるような気がする。もっと組織立った方法を使うのはどうだ？どっちの方がいいんだろうね。組織立ってる方がいいのかな。今僕たちがやってる方法よりも組織立った方法の方がいいと思う。僕たちは命を懸けた戦いに備えてるけど、その割には特に決まった手法に沿って行動してるわけじゃないんだ。手法なんて退屈だし、相手に簡単に次の行動を予測されちゃうわ。私たちはレイクピックの裏を書かなきゃいけないのよ。あ、まあメルーラの言うことも正しいよな。それならいっそのこと、このことで口論してもっと時間を無駄にすればいいよ。君たち3人がこんな状況になっているのを見るのは嫌だな。こんな状況って、悲しんだり怒ったり喧嘩したり。君たちの間には永遠に這うことのできない共通の悪夢がある。拭うことね。そして君たちはお互いの中に強さを見つけようとしないで、お互いに惨めな気持ちにさせてる。別に惨めだなんて思ってないわよ。うん、僕たちがどう感じているかを勝手に決めたいでほしいな。僕たちとほとんど一緒にいないくせに。僕たちは苦しんでるけど、お互いを必要としてる。それだけは確かだってちゃんとわかってるよ。そうか、それじゃあ僕の勘違いだ。悪かった。
何を笑ってるの？僕たちが今一緒になって仲間として反論したからだよきっと。グリンゴッツで学んだ戦略ね多分。聞いてくれ、君たちは仲間だ。絆の強い仲間だ。僕がこれから提案することを達成するにはそうである必要がある。危険で感情的なことだからな。君たちの勇気と心が試されることになる。だけどレイクビッグと R を止めるには犯行現場に戻って調査しないと答えが見つからないかもしれない。また行く感じか。ちょっと怖くて最近近づいてないからね。僕たちにローアンが死んだ場所に戻れって言ってるのか。そうだ、禁じられた森に戻る時が来たんだ。では今回の実況はここで終わります。あと授業を受けて次回予告を見ます。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。